あなたはどう思う？どう思います？そろそろ調査兵団の厳しさが君にも分かってきた頃だと思う。ここに来たことを後悔はしていないか？そうか、勇敢だな君は。いずれにせよ、君は新兵とはいえすでに調査兵団の一員として歩み始めている。つまり調査兵団の存在価値は君自身の存在価値に直結する問題だということだ。それを踏まえ、調査兵団が現在置かれている状況について君が感じていることを聞かせてくれないか？私もそう信じているが、調査兵団の外側にいる人々の多くは同じ意見ではない。ハンジやリヴァイから聞いた印象では、君は他の新兵よりも観察力に秀でているようだ。調査兵団が活動を続けていくために何が必要なのか、これからも新兵の立場から意見を出してもらいたい。だがそのためには調査兵団の任務についてもっと理解を深めてもらう必要がある。
そこで次の任務では私と一緒に行動してみてほしい。いいね。出れば常に死と隣り合わせだ。必ず生きて帰れるという保証は何もない。だがしぶとく生き残り続けている者もいる。願わくは君たち新兵にもそうあってほしい。私は君に期待している。君のような優秀な人材を失いたくはない。頑張るわけ？人類の勝利のために。あの円盤、救援要請か。倒れたい。
頑張るわけ？ ありがとう。助かったわ。恩は返せよ。お願いしますよ。わかった。
調子がいいようだな。この調子で経験を積み、生き抜くすべと実力を身につけてほしい。君のような新兵一人一人が強くなることで、調査兵団はこれからも前進していけるだろう。ご苦労だった。君の活躍もあって大きな戦果を持ち帰ることができた。さて、私と一緒に行動してみて何か感じたこと、見えてきたことはあっただろうか。また後で君の意見を聞かせてくれ。以上だ。